日常で演じることを使った何でもやスペシャルアクターズに舞い込んだ依頼。それは詐欺団体から旅館を守ってほしいんです。そのミッションに送り込まれたのは緊張すると気絶する男。お前ら何者や。役者です。この映画予測不能スペシャルアクターズ。